あ、見えてきました。趣のあるアーチ橋ですね。はい、月田川に架かるここの赤レンガ造りのアーチ橋は九州鉄道の橋梁として作られたものなんだよ。九州鉄道が開通したのは明治24年1891年だからもう120年以上も経つんですね。レンガの側面の細長い面を長手、そして橋の小さな面を小口っていうんだけど、この橋は長手と小口が交互に積み重なっているだろ。あー確かに。これがイギリス積みで、イギリス積みは強度が高く、そして使うレンガも少なくて済むため、こういう鉄道関連の施設やまた土木構造物でよく見られるんだよ。なるほど。市内には現存する鉄道敷設当時の施設は数少なく、この橋梁は北九州市の交通史上貴重な遺構となっています。この時代レールをはじめ鉄道資材の多くはドイツやイギリスから輸入されており、この赤レンガも輸入製品と考えられていましたが、最近になってレンガに1、は、2などかなと漢数字があることが発見されました。このことからレンガが日本製品であることが判明いたしました。